はい、続きましてこちら、はい、ドン。これはですね、ハンズっていうね、台湾の、メーカーなんですけども、ちょっと珍しいインチのですねロングヘックスとハンズのヘックスソケットは錆びるぞというちょっと評判があったんでございますが、ご覧ください。何年もアビコで保管されていたにもかかわらず錆びていません。はい、ほとんど錆びてないですね。でインチのロング、これ珍しいので、ぜひもうアメ車とかですねハーレー乗りの方、これよろしかったら使ってみてくださいね。ということで、これは本当になんかちょっと急に出てきた的なものなのではい、こちら、はい、商品ナンバー9ということで、ハンズのロングのヘックスソケットセットね、どうぞお願いしますはい、続きまして、ここからちょっとねDEEN行ってみたいと思います。未開封ビットセット、これ超初期だね、はい、一番最初に作られたものじゃないかと思うんですけれども、DEENのこのビットのセット、今もそうなんですけど、作る時に我々がすごいこだわったのっていうのが、先端の部分がスパーンとまっすぐ切られてると思うんですけども、 JIS の規格っていうのは2番のドライバーの先端っていうのがこうちょっととんがった形で作りなさいよって指示があるんだけれども、これがあることによってビスの奥にこの先端が当たってしまって、本来フィットさせたい側面がビスにしっかり当たらないということで、先端をこうチンってこう切ってですね、奥までこの面の部分がグッて当たるっていうですね、そういう工夫がされたビット、一番最初に作った初期型モデル。それになんとですね、はい、これをおまけでつけちゃおうと。でこれ4分の1のDEENのラジェットなんですけども、これね、もう使っていただくというよりも、これも本当にDEENのマニアの方に持っていただきたい。正直言ってこの後いろんな改良がされたんですけども、その一番最初のモデルなんで少しちょっとギア危ういというのもありますだけど、これ本当に僕がDEENの一番最初にラチェットを作る時にいろんな苦労して、まだファクトリーギアが3店舗しかない頃にオリジナルのブランドのラチェットを作るっていうので、ビクビクしながらワンロットを、これ本当にね、グリップもこれ型作りまして、すごいお金をかけてこのね、滑らない表面で作ったりとか、いろんな思い出がある、よくあったねっていう。ね、ラチェットなんで、今回これをこうセットさせていただいて、こちらを本当にお好きな方に使っていただければと思うんで、こちらの商品もお出しいたしますと。商品ナンバー10番ということでございます。どうぞ。そしてこちら、はい、ドンと。これはちょっとね、なんかどうだろう今売られてないドライバーセットただこれを作ってるドライバーメーカーさんっていうのは、イタリアの某有名ブランドのドライバーを作ってる結構すごいドライバーメーカーさんですね。これ結構工具セットに入れてて、廉価版の安いドライバーセットっていうふうに思われてるんですけども、使ってみたら案外耐久性あってすごいねっていうので評判になったものです。軽いグリップで貫通じゃなくて、工具セット全体のコストを抑えましょうっていうぐらいの感じで作られたものなんですけども、実際に使われたお客さんから非常に評判の良かったものです。ただちょっとグリップがね、ちょっと小さすぎて力が入らないとか、いろんなものがあって、現在使われてるドライバーはこれをこういろいろ改良しながら作られていったものということですけども、ある意味DEENのドライバーすごいぞっていうちょっとこう評判を作るきっかけになったセットでもありまして、これも今非売品なんで、こちらのドライバー、ぜひこれ十分日常的に使ってお得なドライバーセットだと思いますんで、ぜひお使いくださいと。はい、そして最後、はい、ドン。最後やっぱネプロスですね。ネプロスいっぱいありますね。やっぱりファクトリーがネプロス販売実績一本一ってますけどこれね 9.5 のですねコンパクトショートのラチェットハンドルで、今や90枚ギアになっちゃってるんですけども、これ36枚ギアのショートのラチェットハンドルっていうことで、当時かなり評判になったねラチェットで、今もこれも非売品で売られてないです。これはまあ出た当時すごい人気になって、もうこればっかり売ってるスタッフがいたっていう、思い出しちゃうラチェットなんですけども、なぜこれ1個残ってたんだということで、今回もこれちょっとね、販売させていただきたいというふうに思っておりますと。はい、こちらで今回のファクトリーギアロジスティックセンターねうっえほほ探検隊出てきたね、結構ね。たまにこれ面白いね。何年かにいっぺんね、いつもこれやるとうち倒産しちゃいますけども、ぜひちょっとご興味ある方、効果集めていらっしゃる方ですね、こちらの商品ね、販売させていただきたいと思います。プレミアム価格なんてことはやらないで、ちゃんとね、皆さんにですね、こうね、普通の値段でちょっと販売させていただければと思いますので、ご興味ある方、本当にないものばっかりなんで、ぜひいろんな思い出とともに手に入れていただければと思います。6月末の段階で来た方の中から抽選で、こう販売できる方を選ばせていただきたいと思いますので、ご覧になったらすぐにですね、ご応募いただければと思います。皆さんお待ちしております。それでは皆さん、さようなら。